コンチネンタル航空はかつて存在したアメリカの航空会社。2010年10月、ユナイテッド航空と持ち株会社方式で経営統合し、2012年3月にユナイテッド航空と完全統合されて消滅した。合併時には米国第4位の規模を誇る大手航空会社であった。コンチネンタルセンター I コンチネンタル航空の 旧本社ダウンタウンヒューストンハブ空港の一つ。ヒューストンのジョージ・ブッシュ・インターコンチネンタル空港本部はアメリカ合衆国テキサス州ヒューストンにし。国際線はカナダ、中南米、欧州、日本、中華人民共和国、香港、インドへ就航していた。ヒューストン・ニューアークを拠点とした中米。 カリブ海方面の路線に非常に強く、全米でも最大級の本数を運行していた。本社、ハブ空港は共にヒューストンに置かれているが、ニューアーク国際空港もそれに次ぐ規模を持つ大型ハブ、空港であった。これは、1987年にニューアークをハブとして、東海岸路線に就航していた、ピープルエキスプレスを買収した際に得た権利をそのまま、 引き継いだものである。また、グアムをベースに、ハワイ、ポリネシア、ミクロネシア、オーストラリア、東南アジアを結んでいたミクロネシア航空を、子会社化し、コンチネンタルミクロネシアとして、それらの路線を運航していた。2007年当時には、優勝旅客マイルにおいて、世界で4位の規模を誇っていた。統合時点でのキャッチコピーは、ワークハード、フライライト。なお、 ノースウェスト航空が出資していた関係もあり、スカイチームの前身の一つである、KLM、ノースウェスト連合に参加していたことや、コードシェア便を運行するなど、同社との関係は特に深かった。同社の特徴として、社内情報の徹底的な公開を行っているという点が挙げられた。本社、死者及び空港の同社事務所には、 アメリカ国外も含めたすべての部署にゴー Forward Plan b と称される掲示板が設置されており、前日の定時到着率、登場率、手荷物の紛失件数、さらには車内の大きな出来事などが掲示されている。またエレベーターホールなどのように待ち時間が生じるような箇所では、電光掲示板や液晶ディスプレイなどが設置されており、定時到着率、登場率、 株価情報などが流されており、1分程度で同様の情報が得られるようになっている。これらの情報公開により、どの社員でも会社が現在どのような状況になっているかがわかるようになっている。また、社内伝達事項は毎日メールで送信されるほか、毎週金曜日には、各社員の電話に会社についての情報を CEO、自らメッセージを録音する。 ボイスメールというシステムも採用されている。これらのことから、アメリカ同時多発テロ事件後のレイオフや賃金一部カットの際には、経営陣が考えていたよりも、労働組合との交渉は順調だったという。同社では、部長職以上には個室が与えられるが、個室のドアは在籍中は開けたままにしておくことになっている。これは1994年に、 同社社長に就任したゴードン・ベスーンが考えたことで、経営陣と社員のコミュニケーションを容易に図ることができるようにするためという。特徴的な社内制度としては、講述する定時到着ボーナスのほか、無遅刻無欠勤の社員に対しては半年に一度、抽選で、フォードエクスプローラーの特別使用者が送られるというものがある。ウォルター・ティー・バーニーとルイス・ミューラーによって、 バーニー・スピードラインズとして1934年に設立されたのが始まりである。1934年7月15日、運行開始された時点では、テキサス州エルパソとコロラド州プエブロ、ニューメキシコ州アルバカーキ、サンタフェ、およびダスベガスを結ぶ路線であった。 1937年7月1日に社名をコンチネンタル航空に変更し、同年10月には本社をエルパソからデンバーに移転した。1953年12月10日にはパイオニア航空と合併、テキサス州とニューメキシコ州の16都市に新たに乗り入れた。1957年にはシカゴとロサンゼルスを結ぶ路線でゴールドカーペットサービスを開始した。 1959年6月8日には、コンチネンタル航空発のジェット旅客機としてボーイング707から120の運航を開始。ボーイング707を週7日、1日16時間運航に充当するべく、当時としては革新的かつ進歩的なメンテナンスプログラムを導入している。ボーイング7271963年7月。 本社をロサンゼルスに移転した。この時期、ベトナム戦争に赴く米軍の輸送にも関わっている。この時の太平洋の輸送経験をもとにして、1968年には、ミクロネシア航空として、ミクロネシアの輸送に進出することになった。サイパンからホノルルまで、7つの島を経由しながら4000マイル以上の距離を結ぶ路線は、 ジュジュという愛称が付与された、ボーイング727から102より運行された。同年には、金、赤、オレンジ色の3色となった新しい、コーポレートアイデンティティを導入した。ボーイング747から224、マクドネルダグラス DC-10DC-10 DC の、ファーストクラス1969年9月9日からは、 アメリカ本土とホノルルを結ぶ路線の運行を開始した。大型機材の導入も進められ、1970年6月26日には、ボーイング747、1972年6月1日からは、ダグラス DC-10 の運行を開始している。1976年8月には、ミクロネシア航空が日本とサイパンを結ぶ路線の運行を開始。 翌年には、ニュージーランドとオーストラリアへの路線を開設している。しかし、ジミー・カーター政権が1978年に、航空自由化政策の導入を行ってから、コンチネンタル航空は瞑想の時期に入る。1981年には単年度で1億ドルもの赤字を計上するなど、業績の悪化していたコンチネンタル航空は、 実業家のフランク・ロレンツォに買収されることになった。当初、コンチネンタル航空側は、買収を警戒しており、労働組合は、従業員持ち株制度の制定を会社側に要求していた。また、社長のアルビン・フェルドマンは、民間航空委員会に対して、ロレンツォの買収差し止めを訴えていた。 これは、ロレンツォが業績が悪化していた、テキサスインターナショナル航空を買収した後、従業員の賃金を徹底的にカットし、従業員のリストラや不採算路線からの撤退も、意図はない強引なコスト削減策を行い、経営再建を行ったためであった。しかし、労働組合からのイサップを承認した、翌日の1981年8月9日に、フェルドマンは、 ロサンゼルス国際空港のコンチネンタル航空事務所で自殺してしまった。さらに追い打ちをかけるように同年10月13日にはロナルド・レーガン大統領が今後政府及び CAB は航空会社の事業には一切口出しをしない。また CAB も近い将来解散させると表明した。これによりコンチネンタル航空の抵抗は 内外から崩れ、同年11月に、ロレンツォに買収された。1982年10月31日には、テキサスインターナショナル航空と合併し、本社もヒューストンに移転した。コンチネンタル航空の社長に就任したロレンツォは、強引な手法を取った。1983年9月23日に、連邦倒産法第11章の適用を申請。 コンチネンタル航空を破産させてしまったのである。すべての便の運航は停止され、12000人の従業員は全員解雇された。そして、ロレンツォは新たに4200人の再雇用を提案したが、給与水準は破産前の半分以下となり、これを了承した従業員だけを再雇用した。運行規模も十六都市から十五都市に、 削減された新生コンチネンタル航空が運航を再開したのは破産からわずか3日後の9月27日からであった。1986年にはチャプター11の手続きを終了。1987年2月1日にはロレンツォが買収していたピープルエキスプレスフロンティア航空ニューヨークエアを吸収合併し、 アメリカで3番目に大きい規模の航空会社となった。また、これとは別に、ロレンツォは、イースタン航空を買収している。しかし、コンチネンタル航空の業績は一向に上がらなかった。旧コンチネンタル航空従業員は、破産によるリストラや大幅な賃金カットを強要され、受け入れざるを得なかった試し機が低かったこと、合併された航空会社3社も、 ロレンツォの強引な手腕に対する不満から買収されることに反対だったことと、買収された上吸収合併により、会社が消滅したことによりやはり士気が低かったこと。ロレンツォイカケエイジンが従業員に対しことあるごとに、首をちらつかせて、賃上げの約束を保護にすることが状態化していたことなどにより生じた、深刻な労使対立がその大きな要因であった。社内で、 ロレンツォがいかに憎まれていたかは、従業員の間で交わされた、今目の前に、サダム・フセイン、カザフイ、ロレンツォがいる。ピストルには2発の銃弾が入っている。3人のうち誰を生かすか ?1 発目はロレンツォに向けて撃つ。2発目は、ロレンツォの心臓を撃ち抜いて、確実に息の根を止めるといった、ブラックジョークが物語っている。労働組合との対立激化で、 身の危険を感じたロレンツォは、従業員からの復讐を防ぐため、厳重な警備装置が施された CEO 執務室に閉じこもり、自社の飛行機に乗る際も線がすでに開けられた飲み物には、全く手をつけなかったという。他の経営陣も従業員の復讐を防ぐため、執務室にこもった。結局、1989年にイースタン航空が破産したこととに加えて、 自らの命の危険を考えたロレンツォは、1990年に、コンチネンタル航空の株をすべて売却するとともに、社長を辞任して、航空業界から完全に手を引いた。しかし、同年12月に発生した湾岸戦争による燃料費の高騰は、コンチネンタル航空の財政事情を直撃し、二度目のチャプター11適用申請となった。 1991年2月12日には、根性色とグレーの新しいアイデンティティを制定。1992年10月には、上級クラス、ビジネスファーストの運用を開始するなど、再建への模索が続いたが、1994年までに、経営陣が8回も交代したにもかかわらず、経営状態は改善せず、1992年11月には、 エアカナダから4億5000万ドルの出資を受けることになった。1993年4月には2度目のチャプター11の手続きを終了したものの、創業60周年を迎えた1994年時点で、コンチネンタル航空は2億400万ドルの赤字を計上しており、1985年から10年間、一度も利益を計上できなかった。 これは、従業員の給与水準も、業界平均から30%低い状態で、従業員の士気も低下する一方で、社員は、仕事が終わると、会社のバッジなどをすぐに外していたという。ロレンツォの代わりにやってきた、経営陣も航空業界に明るいわけではなく、着任してもコスト削減と、賃金カットを打ち出すばかりで経営は、 抜本的に改善されずに、すぐに入れ替えられるというありさまで、10年で9回も、経営陣が変わっている。サウスウエスト航空に対抗して、低価格戦略を実施すべく、古会社コライトも設立されたが、同社は利益を上げられなかっただけでなく、コンチネンタル航空本体が、フルサービスキャリアであるにもかかわらず、コンチネンタルの名称を使用し、チケットを、 コンチネンタル本体のものと混ぜ込んで販売した結果、サービス低下と乗客との関係悪化の負の連鎖が、コンチネンタルのブランドをさらに貶め、本体のコンチネンタル航空の顧客離れを加速させることとなった。このような雇用者の負担をいたずらに増やすのみで業績を向上させることができなかった、歴代経営陣のもと、従業員の会社に対する不信感は募る一方であった。 それは、日常の運行状況にも現れ、定時到着率は、アメリカ大手航空会社10社中再開、手荷物の紛失件数やアメリカ運輸省への苦情の、多さは10社中トップであり、目的地に時間通りに到着したいと思ったら、コンチネンタル航空だけは避けた方がいいとさえ、言われていた。塗装費用削減のため、機材の半分は、合併前の、 各航空会社時代のままであり、その大半は手入れもされず塗装のハゲが進行していた。他、座席も交換費用削減のため、破損すれば、とりあえず、ガムテープで塞いで、使用禁止にするだけと後輩が進行。旅行代理店へ支払う手数料のカットを行ったため、旅行代理店からも、 他の航空会社の便がすべて満席等の選択肢が他にない限りコンチネンタル航空の航空券は使わないと言われた。会計士や弁護士らによる費用便益分析により、それまで高い評価を受けていたマイレージサービス制度やファーストクラスも次々と廃止され顧客の怒りを買った。株価は3ドル25セントまで下がっており、 もはや三度目の倒産は時間の問題とさえ思われていたのである。グアム国際空港級ターミナルビルマイナスコンチネンタルミクロネシアの本部、このような状況の中、コンチネンタル航空の再建のために招聘されたのが、かつて、ピードモント航空にいたゴードン・ベスウーンである。1994年2月に、ベスウーンが、 社長兼 COO に着任して4ヶ月後、ユナイテッド航空からベスウンの引き抜きの話が持ち上がる。それを知ったコンチネンタル航空は引き抜き阻止のため大幅な昇給を提示したほか、一部従業員の懇願によりベスウンは引き抜きを拒否し、コンチネンタル航空に残った。ベスウンは経営再建に乗り出すが、当時の CEO が経営権を持っていたことと、 改革を行う気力がなかったため、上記の引き抜き阻止交渉の際に、権限付与を要求。これにより、運行スケジュールとマーケティング、運賃設定に関する権限をもらうことができた。しかし、それでも、社内環境が悪かったため、なかなか改革は進まなかった。同年10月下旬、取締役会により CEO の解任が決定。 しかしすぐに解任したら、市場に悪影響が出るため、CEO に6ヶ月の休暇を取らせてその間に、公認を決めるとの結論に至り、その間 CEO 代理に、ベスのンを指名した。しかし CEO の反対もあって、後日再度、取締役会を開くことになった。その間、ベスにンは、下記のような再建計画を作成し、 取締役会までに間に合わせた。取締役会が CEO を置かないとの方針を打ち出したためごたついたもののベスンの説得により取締役会は CEO にベスンを指名。同年12月に社長兼 CEO に着任したベスンは次々と改革を断行していった。ベスンが策定した再建計画は5 フォワードプランと称し、以下のような4つの方針を決めていた。ベスーニア再建に関わった、鶴田邦明は、これは、経営再建の秘策などというものではなく、誰もが、当然のことと考えることを実行しただけであると、述べている。その詳細は、以下の通り。コンチネンタル航空には、当時業界最大の財務システムが存在していたが、 それ自体ずさんなものであったため、1994年の投資額は4億ドルほどあったにもかかわらず、その行方がわからなくなっていたという。財務担当のグレッグ・ブレネマンは、何かが変わらない限り、1995年1月に、資金が枯渇すると、別寸に伝えたという。そのため、以下の改善策を実施した。これらの改善策により、当初は、 撤退を考えていた路線の収益性が極めて高いことが判明するなど経営方針の策定に貢献することとなった。これらの施策によりコンチネンタル航空の業績は次第に回復してゆくことになった。1995年12月には10年ぶりに2億2400万ドルの利益を計上したが、これは会社創立以来最高額の利益であったという。 株価も1995年1月時点では6ドル50セントであったものが同年12月には47ドル50セントとなった1996年にはアメリカの航空雑誌エアトランスポートワールドが主催する賞であるエアラインオブザイヤーを受賞1997年には6億4000万ドルの利益を計上したが 軌道に乗った1996年には、騒音規制に対応する方策として、3年間で、保有機材の6割を新機材に置き換え、1999年には、同社の航空機の平均使用年数は7.4年となった。この結果、アメリカ同時多発テロ事件の発生後の燃料飛行等にも、損失を少なく抑えることができたという、 ノースウェスト航空との提携ノースウェスト航空が出資していた関係もあり、スカイチームの前身の一つである、KLM、ノースウェスト連合に参加していたことや、コードシェア便を運航するなど、同社との関係は特に深かった。1998年1月、デルタ航空とノースウェスト航空から買収提案を受けた。デルタ航空の提案が合併で、 従業員のことを気にかけない姿勢だったのに対し、ノースウエスト航空の提案は、資本、業務提携で、従業員にも敬意を払う姿勢だったことから、ノースウエスト航空の資本を受け入れることで合意となった。この時、デルタ航空の CEO は、従業員たかが従業員でこの話が壊れたのかと驚きを隠せなかったという。ノースウエスト航空は、 コンチネンタル航空の議決権を左右する株式、通称ゴールデンシェアを保有していたが、2008年4月に、同社はデルタ航空との合弁を発表し、100ドルでその権利をコンチネンタル航空に売却した。ユナイテッド航空との提携、合併コンチネンタル航空の塗装を踏襲した、経営統合後のユナイテッド航空塗装のオスウエスト航空が、 デルタ航空に吸収合併されることが決定したことを受け2008年6月19日ユナイテッド航空とアメリカ国内での共同運航をはじめ後半な業務提携を結ぶことで合意したと発表したこれによりスカイチームから離脱しスターアライアンスへ加盟することを目指す計画であることも合わせて発表された2009年10月24日の 最終フライトをもって、スカイチームから脱退。2009年10月27日に、スター・アライアンスに加入した。2009年11月1日に、成田国際空港のターミナルも、スカイチーム加盟航空会社が集結する、第1ターミナル北ウィングから、スター・アライアンス加盟航空会社が集結する、第1ターミナル南ウィングに移転。2010年5月2日、 提携していたユナイテッド航空と合併することを取締役会で決定した。2010年8月27日、アメリカ合衆国司法省より承認され、2010年10月1日に、コンチネンタル航空は持ち株会社ユナイテッドコンチネンタルホールディングズインクの参加に入り、ユナイテッド航空と経営統合された。当面、運航は別々に行われたが、 最終的に、新会社名は、ユナイテッド航空となり、コンチネンタル航空の名称は消滅した。ただし、合併の特設サイトによれば、あくまでも対等合併であり、合併後は、従来のコンチネンタル航空のロゴマーク、機体デザインで名前を、ユナイテッド航空にし、統合会社の CEO も、コンチネンタル航空出身のジェフス・マイゼックが、就任した。 2010年12月22日、グアムを拠点としていたコンチネンタルミクロネシアを統合した。2012年3月3日、システム統合が完了し、便名もすべてユナイテッド航空へ統合された。ボーイング777から 200ER 型、キボーイング737から800型、既日本線への運航機材成田発のコンチネンタル航空の運航機材は、 成田、ヒューストン、ニューアークへは、B777 から 200ER で運行。グアム方面のミクロネシア線の成田発着は、B767 から 400ER 及び B737 から800で運行。成田、香港線と関西、中部、新千歳、仙台、新潟、岡山、広島、福岡の路線は、B737 から800で運行していた。 現在は、ユナイテッド航空として運航されている、コンチネンタル航空のマイレージサービスであった。加算マイルの有効期限はない。かつては、米系航空会社で唯一、加算マイルの有効期限がないプログラムであった。規約上、18ヶ月ま内に一度もマイレージの加算が、ない口座に関してはキャンセル、またマイレージ残高が無効とさせることがあると。 明記されているが、実際にキャンセル、マイレージ残高が無効化されたことはない。初回登場ボーナスとして5000マイルが加算されている。コンチネンタル航空を利用したパッケージツアーブランド、コンチネンタルホリディでは通常飛行マイルに加え、ボーナスマイル付けのツアーがある。スターアライアンス加盟各社のほか、下記の航空会社と提携している。 ユナイテッド航空との統合作業の一環として、ワンパスは2011年12月31日をもって終了し、ワンパス会員は自動的にユナイテッド航空のマイレージプラスに移行する予定である。コンチネンタル航空の座席は国内線、国際線ともにクラス制である。国際線のボーイング777、767型機のビジネスクラスは ビジネスクラスの料金で、ファーストクラス並みのサービスをという趣旨で、ビジネスファーストと呼ばれている。ボーイング777型機では2から2から2、配列。ボーイング767型機では2から1から2、配列であり、他社の平均的な配列よりも横一席少なく、座席幅に余裕を持たせている。特にボーイング777型機では他社に、 先駆けて、ライフラット型のシートを取り入れた。2009年秋から、フルフラットになる新シートを導入予定。なお、地方発着のミクロネシア船で使用される機材で提供されるサービスは、単にビジネスクラスと呼ばれ、上記のビジネスファーストとは、内容が異なる。ビジネスクラス専門のチケット業者によってはわざわざ、そのことに関して、 注意喚起するものまである。ボーイング737から800型機のビジネスクラスは、米国内線ファーストクラスと同じ仕様のため、シートピッチがかなり狭く、リクライニング角度も必然的にエコノミークラスのそれと大差ない。他社の一般的な近距離国際線、ビジネスクラスと比較しても、座席周りのゆとりに乏しいため、 同機材使用便のビジネスクラス利用者はあらかじめ事情を承知しておく必要がある。すべてボーイング社の機材で統一し、コスト削減を図っている。なお、コンチネンタル航空が発注した、ボーイング社製航空機の顧客番号は24で、航空機の形式名は737から824、767から 324ER。 767から 424ER、777から 224ER などとなる。ボーイング787から8及びボーイング787から9を25機発注し、2010年以降に納入される予定である。2010年、コンチネンタル航空は、新規羽田空港発疑惑のニューアークとグアム航路の開設を申請した。 しかし、2010年5月却下された。ありがとうございます。